小さかったら高く飛べ。どうもバスケットマンです。そんなあなたにはIn your face。 はい、ということで今日もやっていきましょう。今日も始まりましたバスケットマンのスニーカーと NBA ということですね。またねちょっとね購入してしまったものがあるのでそちらを紹介していきたいなと思います。行ってみましょう。 Let's tip off ということでですね、はい、あいつを購入してしまいました。あいつもう超激レアですね。これに関して言えば、はい、小さかったら高く飛べ、そうスパッとウェップ T シャツということで、ダウンということで来ましたよ。アトランタホークス時代のスパッとウェップの T シャツなんですけども、はい、めちゃくちゃクオリティ高いですね。まぁ、ちょっとねアディダスになっちゃってるんですけど、ここまぁ、後で説明させていただくんですけども、後ろにウェップって書いてあって、いやこれね激レアなんですよ。実を言うと当時これ発売された時速乾だったんですよ。はい、で、もう買えなくて、うわ、欲しかったなと思ったら出てきました。スパッドウェップ T シャツということで、はい、スパッドウェップの話をしていきたいと思うんですけど、まあ、スパッドウェップといえばね、なかなかね、今の NBA の人たちにはあんまり馴染みがないかもしれないですけど、まあ、僕ら世代の、NBA 好きにはもうめちゃくちゃ有名な選手で、まあ、オールスターにも出たことないですし、まあ、身長がなんと168センチ。で、スパッドウェップを日本で一躍有名にさせたのは、ミズノの CM。ね。ポン、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 ポンってね、必ずね、土曜日の11時からね、トンネルズさんのネルトンベニクジャラダンでやってたんですよ。まあね、コンパの番組なんですけど、そこの CM の間に必ずスパッドウェップの CM が流れてくるんですよ。スパッドウェップの CM ですか、ミズノの CM なんですけども、それが、168センチのスパッドウェップがダンクするっつってね、白黒な感じでね、こう、ポン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 ってね、ダーンってダンクするんですよ。で、そう最後に言うんですよ。小さかったら高く飛べ。水野、ランパードかなって言ってね、そこで、まあ、スパッドウェップが日本でめちゃくちゃ有名になるわけなんですけど、まあね、まあ、なぜダンクできることを知ってたかっていうと、そもそもですね、スパッドウェイは1985年 NBA に入りまして、4巡目、87位なんですよ。めちゃくちゃ後なんですよね。で、今4巡目とか言ってますけど、当時は結構ね、3巡目、4巡目まであったんですよ。今20目までしかないんですけども、あって、で、そこから、まあ、切られて、ウェーブされていくわけなんですけども、で、次の年の1986年、NBA スラムダンクコンテストでですね、スパッドウェイが出てくるわけなんですよ。で、言ったら、当時のね、NBA 選手の話を聞くと、ダンクできるって知らなかったとか言ったりするんですね。で、多分ね、試合中にダンクしてる映像もあるんですけども、多分ね、それはスラムダンクコンテスト後の多分ね、試合で、ウィルキンスとかもなんかね、ダンクできること知らなかったみたいなこと言ってた記憶があります。間違ってたらすいません。そこで、まあ、ドミニク・ウィルキンスとかがいて、スパッドウェップが出て、168センチなのに、一人アリウープとか、ダブルクラッチダンクとか、バックダンクとかするわけなんですよ。それで、まあ、優勝ということで、スパッドウェップが一躍全世界に有名になるわけなんですよね。で、その時スパッドウェップが履いてたのが、ポニーのシティウィングローってことなんですけども、まあ、ポニーのスニーカーって僕あんま持ってないんですけども、シティウィングローってスニーカーを履いてたわけなんですが、で、これハイカットも出てて、ハイカットとか見ると、どうやらね、なんか、白赤とか、黒赤白とか、なんかね、まあ、白赤系な、配色が多いんですけども、ハイカット見るとどうやらなんかね、ジョーダン1のなんかシカゴとかにね、ちょっと似てるんだよね。なんか、ジョーダン1系の配色で、だ当時ちょっとね、僕覚えてないんですけど、ポニーがね、ちょっと意識してたのかなっていうのが、感じられるんじゃないかなって。か、まあ、どっちがどっちか、難しいね。でもなんかね、見るとわかるんですけど、結構ね、ジョーダン1のブレッド、シカゴ、そっち系のね、配色をしてるのが、ポニーのシティウィング、168センチでダンク。ありえないですよね。168センチって僕より1センチ低いぐらいなんで。で、なんかスパッドウェップ、ちょっと前、まあ、5、6年前なのかな、YouTube に会ってて、まだダンクできるみたいな感じのことを、の動画があるんですけど、あれが、本当かどうかわかんないですけど、ダンクしてる動画がございますということで。で、NBA 選手にはですね、やっぱちっちゃい選手結構いて、まあ、スパッドウェップ168センチ、マグジー・ボーズ・フィックス161センチ、アール・ボイキンス165センチ、はい、そしてネイト・ロビンソン175センチということで、結構皆さん活躍されてますね。ちっちゃい選手はやっぱちっちゃいなりのね、NBA の着方があると思うんですけども、で、当時、NBA がアディダスと契約してまして、こうやってね、はい、
今はナイキなんですけども、まあちょっと前はアディダスだったわけなんですよ、このジャージとか全部で。その時僕はやっぱ買ってなかったんですけども、でアディダスがあの昔の選手の連動を権利も持ってたんでしょうかね。僕ねアディダスのスコッティ・ピッペンの T シャツとかデニス・ロードマンの T シャツとかまあ持ってるんですよ。まあそれはちょっと買ったんですけどもしょうがないんで、で当時のレジェンドたちの T シャツを結構出してて、でスパッドウェップの T シャツも出たんですけども、ごく少量で、で速乾したんですよ。で速乾して買えなかったのが今になって僕のところに来ましたと。で今ナイキになったじゃないですか。ナイキになったらですね、昔のレジェンドたちの選手はなぜナイキでは出せないんですね。はい、なぜ出せないかというと、まあ権利を買われちゃったんですね。はい、どこが買ったのかっていう話なんですけど、僕の大好きミッチェランドです。はい、ミッチェランドですが昔の選手の版権持ってるから、今出てる T シャツとかジャージはミッチェランドしか出ないですね。だから出てるじゃないですか、ドロドマンとかラリーバード、アイバーソン、まあマークレディ、アンファニーハードウェイ、まあスコッティピップもそうなんですけど、なのでミッチェランドですから、まあ昔の選手のジャージとか T シャツが出て、でナイキはと今現役の選手の T シャツとかジャージが出せると。でアディダスの時はなんかどっちも出せるみたいな、ミッチェランドも出せたし、確かねアディダスも出せたみたいな感じで、はい、当時のことがねこんな感じでね蘇ってきますよね。いい感じですよね、ホークスの4番めちゃくちゃいい。はい、スパッドウェップのね今日は話をさせていただきました。でね、ネイト・ロビンソンの話もちょっとしようかと思うんですけども、ネイト・ロビンソンねめちゃくちゃジョーダンコレクターなんで、ネイト・ロビンソンのちょっと動画も作りたいと思っております。ということで今日の動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。 See you next game!